レオザさんから見て日本代表の中で将来の日本代表の監督にふさわしい選手は誰ですか？先日理解度も含めてです。今のってことかな？解説見て聞いててね、一番見たいのはやっぱ中村健吾ですね。正しさの中に優しさがあるというか、で優しさの中に厳しさがあるというか、でユーモアも知ってるみたいな、なんかそういう感じをなんか受け取りますね。今の日本代表だと久保建英かな、久保建英、冨安、冨安なんかいいですね。こう不器用なところから自分の持ち味と苦手なところ両方伸ばしていってくる、なんかなんていうのかな、もうシンデレラボーイなんだけど、22でアーセナルにね、あの移籍金で移籍してるからなんだけど、なんかちょっと最初に僕見た時が、え、全然上手くないけどなみたいな、相方の仲間の方全然上手かったのにプレス体勢めっちゃ低いしみたいな、気づいたら逆になってるじゃないですか。ああいうできない選手の気持ちも分かりつつ努力してどういう風にいくかみたいな、そういうのも分かってるから、そういう景色をいろいろね知ってる選手っていうのは相手の立場に立ちやすいんで、すごく監督としていいんじゃないですかね。あとはペップが代表監督になりたいと言ってるのかで、日本に来ちゃう可能性ありますか？あんだけお金稼いでたらもうお金じゃないと思うんですよ。で、日本って評判いいじゃないですか、スペインの選手とかに、イニエスタとかセルジオベルトとか。だから本当オシム的にマジで何も口出ししませんと、全部あなたの言う通りあります、なんで年俸は2億までしか払えないですけど、マジでペップさんにとっては何十分の1の年俸になっちゃいますけど、肖像権とかも全部あげるんで来てくださいって言ったら考えてくれるんじゃないですかね。もうコーチとか全部あなたの言う通りしますみたいな。だからオシムさん、14人しか代表呼ばないとかあったじゃん、最初に。だそういう外交力がある人がいるかっていうと、普通ならね、スペインにコネある原さんなんだけど、原さんは田島さんとのこの会長争いで敗れちゃってみたいなところから違う線に行ってるんでね、そのぐらいめちゃくちゃ頑張ったら、本当にサッカー良くするために全部の大人が動いたらあるんじゃないかなって思いますね。そう、2023年にね。そう。で、ペップとしてもさ、まあそれは強いチーム代表監督、それこそスペインはカタルーニャとの関係でやんないかもしれないけど、シティやってたからイングランドとか全然考えられると思うんですよ。ただ日本っていう、素材は揃ってるけど、地盤が整ってなくて。で、ただ、ペップがやろうとしてることをやれる、そういった、なんていうか、メンタリティがあるっていう。アフリカとかのそういう系の監督はできないでしょうから、国の。そう。あとは、コミュニケーション問題とか、そんなことを理由にしてた、まあ、歴史が。うん。だペップはそういうの調べますからね。一回ユナイテッドの監督誘われてたけど、それでもバイエルに行ったのは、組織構造をちゃんと見てっていうね。チェルシーとかも行かなかったでしょ。だから、そういう自分が思うサッカーができるかどうかっていうところが大事で、そう。やっぱペップシティ、マンチェスターシティにしたのは、来たのはそういうね、ベギリスタインとかソリアーノとか、バルサ時代にうまく仕事できた仲間がいたからだから。